ハイルートビヒ・バイリヒ・フリードリヒ・ルートビヒ・バイリヒはドイツの教育者、革命家。ヘッセンで小学校の教員を務めながら地下活動を組織し、市民革命と民族統一を目指して非合法活動を行った。ヘッセン・オーバー・クレーンの林務官の家庭に生まれる。母の旧姓はリープクネヒトで、社会主義指導者、ビルヘルム・リープクネヒトは彼の老いにあたる。 ギーセン大学で進学を学び、1812年より、ブッツバフ派の小学校の教頭となる。教員を務めながら、ヘッセン地方の急進的な政治組織に近づき、また自営業者などを集めて、解放闘争のための政治教育を行った。1833年より、政治パンフレットや、先導文書の非合法出版に乗り出し、ヘッセンの灯し火などの小冊子を印刷。 配布を行った。このコロギー仙大学の学生であったゲオルク・ビューヒナーと知り合い彼に政治的パンフレットの執筆を促し、彼の執筆した倉庫から求心的すぎる文面を修正、聖書からの引用や頭字などを付け加えた上で1834年8月に、ヘッセン旧止として出版した。しかし仲間の密告にあってこの旧止の非合法出版が、 警察に発覚し、ビューヒナーは亡命に成功したものの他の多くの関係者が逮捕。バイディヒも、権利を受けて9月に、小村オーバーイコールグレーンへ左遷された。バイディヒはこの地でも、密かに、休止、第二班の配布を行っていたが、逮捕された仲間の自白のため翌年4月に逮捕、ダルムシュタットの獄舎につながれた。バイディヒは、獄中、余震判事。 コンラート・ゲオルギーの過酷な拷問に耐え容疑を否認し続けたが、ビューヒナーがチフスによって死去した4日後の1837年2月23日、自らガラス片で血管を切り自殺した。独房の壁には欠文字で、屈辱の死よりも自由の死を取ると書かれていた。バイリヒは1814年、フリードリヒルート・トビヒアーンに習って、 タウヌス北部のシュレンツァーに体操場を設立しており、このため後の歴史家や電気作者から、ヘッセンの体操の父とも称されている。今日ブッツバフ派には、バイディヒの名を冠した学校が建っており、また、オーバーグリーンにもバイディヒの名を冠した、体操場が建てられている。ありがとうございます。